インターネット安曇野の平林昇です。今回はですね、地域おこし協力隊についてお話をさせていただきたいと思います。まあ、これ最近この Facebook でですね、各市町村の地域おこし協力隊のこの日常のスナップ写真とかですね、活動報告なんかこうよくこう見かけるわけなんですが、こう長野県ではすでにもう400名くらい各市町村に入ってこう活躍してるみたいなんですね。でこれって大都会の若者たちがですね、地方にこう I ターン U ターンして、自分たちのある意味こう情熱ってものをですね、地域でぶつけて、あよくばこう定住できるようなですね、その環境っていうものを自ら作って、そこに住み着いてしまいましょうってですね、国の方向っていうか気持ちってその辺にあるかと思うんですね。でできればこの少子高齢化の中でですね、都会に埋もれてる人たちを地方にこ うまくこう誘導してですね、地方をこう活性化するっていう大きなこうキャンペーンだと思うんですね。でこの安曇野市もですね、すでに3名入って、各分野でこう活躍してるわけなんですが、今回この活動報告会っていうのがありまして、こう出席させてもらったんですが、第一印象からするとですね、この大きな差っていうのか、こう職員がこう説明しているような形で、なかなかこの協力隊のそのいわゆる業務内容っていうものが、何に対してどういう協力をして、私はこう安曇野市をこう変えたいからこういう形で参加したっていうような、ある意味のそういう部分っていうのは薄れちゃっててですね、いわゆる役場の職員のこう手伝いをしているような印象がこう強かったんですね。ですから大きな意味のその国の模索するですね、いわゆる若者たちのエネルギーっていうものをもう地方でこうぶつけてですね、そこでいろんな衝突があったり、いろんなこのここって違うよなとかですね、第一印象ってあるわけなんですね。その差ってものがある意味こう原動力になって、こう町を変えていこうとかですね、新しいそのいわゆる地方創生をしようっていうような、そこら辺のそのパッションっていうものをこうちょっと行政がこうストップブレーキをかけているような感じっていうのを受けたんですね。ですからこれ何ですかね、市の仕事だったら市のいわゆる採用方法ってあるかもしれないんですが、この国のいわゆるお金の中で動いている事業っていうところにおいて、やっぱりこういう若者たちのあるこの他我を超えたパッションっていうのか、従来とは違ったその要素っていうものをこの地方に入れて、新たなその新生こう町づくりっていうようなですね、そういう起爆剤っていうところがちょっと見えなかったっていうのが残念っていうのは残念ですね。だけどこう時が経っていくとですね、まだこの安曇野市こう1年2年ってくらいで浅いんですよね。ですけどこう地域のですね、例えば隣町の池田町とかですね、あるいは塩尻市もそうだったんですけど、ある意味もう独立的に動いてるっていうか、自由裁量の中でいわゆる大きなその取り決めあるとしても、かなりこの職員とは違ったいわゆる動きが許されてるっていう部分があるわけなんですね。ですからもう地域の人たちとある意味こうタッグを組むとかですね、土日も関係ないとかですね、ある意味これを契機にしてこの地域に定住するための活動の一環だってこう腹を決めてしまうと、土日なんか関係ないわけですね。ですからこの従来のこの職員の姿とはこう変わって見えたっていうのが事実なんですね。この周辺の地域のこう協力隊ですね。ですからこの安曇野市もある意味このあるこの裁量権というものを持って、いわゆるせっかくその若い情熱を持ってこう来た人たちのその情熱とも絶やすことなくですね、それをしっかり受け入れるだけのその寛容さっていうものを、やっぱり行政がもう一回ここで自分たちのつくむだけじゃなくて、やっぱり新しい要素を新しい町づくりに生かすっていうこの流れの中で、若者たちのこの情熱っていうのかパッションっていうものをですね、うまくこう活用できれば、こう安曇野もこうちょっと変わるんじゃないかっていうことをこう感じました。